はい今回は 岸田首相の賃上げと物価上昇という内容についてですね、えー、まあ考えてお伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、こちらもですね、えー、まあニュースになっておりまして、えー、まあそのニュースの内容について思うことと、あとまあ皆さんもまあ僕も思っている、まあ、とても、ねえー、まあ単純なことっていうか、まあ、その単純な簡単なことがまあで,できない、えー、利権があるからできないしないんだと思うんですが、まあ、そういったことについて今回考えて、 お伝えしていきまず、えー、どういった内容かといいますとこういった内容です。えー、岸田、えー、首相は、えー、4日10月4日ですね首相官邸で開いた新しい、えー、資本主義実現会議で2023年の春闘に、えー、向け物価上昇をカバーする賃上げを目標に企業の実情に応じて労使で議論していただきたいと述べ 賃上げ実現に期待を示した、えー、月の、えー、中で策定する総合経済対策に賃上げにつながる労,労働市場への改革案などを盛り込むことも確認したと、まあ、こういったニュースなんですがこのニュースを、えーまあ、見るとです、ね、分かるんですけど、まあ、岸田は何もしないんですね。うん まあ単純にえこの2023年の,この春闘に向かってえまあ企業でえまあ何かそういった賃上げをまあしてくれっていうことでえまあ自分は何もしないとまあそういったふうに理解ができるんですよ。 でこのまあ、皆さんはわかるかもしれないですが僕はもう全くわからないんですがこの新しい資本主義という名のね、えー、なんだかよくわからないものをこの語るんですが、えー、まあよく分かりませんね、うん、何なのかでまあ、どうせね、えー、言ってもそんなこともしないんだろうしそんなことはまあ,あ期待してないんですがこの あのニュースの何が、えー、これ大きなポイントかっていうとですね今現在、2022年の10月なんですよ、でこの賃上げの話が出てるんですが2023年の春闘っていうことは、ね、数ヶ月後,後じゃないですか。 数ヶ月間何もしないんですかっていう、えー、そういった話なんですよ。まあ、しないんでしょうね。うん、で、何がこれ今、僕たち日本国民の、えー、間で、えーまあ、あ大変なことになるのかっていうと、今年の冬ですよ、2022年の冬を、えー、乗り越えられない日本国民が、えー、いるのではないかということが言われているんですよ。寒くなりますし、えーまあ、そのエネルギー価格の高騰とかそういったことがあるんで、でえーね、今、2022年の10月で、 ね2023年の春闘までどうだこうだってまあ何もしないと今すぐにねまあ、っていうか今すぐにっていうかもうそういう策を、えー、講じてこなかったんでしょうね案を考えてこなかったり策を講じてこなかっただからあ完全なるこの日本国民に対する近密政策っていうことですよで 今っていうのは、皆さんも僕もですが、どういった状況になっているかと、この物価上昇ですよね、2022年の10月から本格的に始まった生活必需品の、えー、もう数々の物価上昇、物価高っていうことになって、これ、実際10月になってから、まだ、えー、そんな経ってないんですが、これ、かなりいろんな話が、えー、出てるんですよ、例えば個人とかあ、まあ、自営業の人の、えー、している、えーまあ、お店が倒産したとか、そういった話も聞きます。でそれっていうのは まあね、えー、その事情は分かりませんけど、おそらくこの物価上昇率とか、まあ、そういったものとか、まあえー、運営、経営に、えー、厳しいものが出たと考えられるんですよ、あるいはそ,その前まで、えー、大変な思いを、えー、されていた、でお店をされていたのが、まあ、このあの物価上昇で、えー、まあ、そういったものがもうどうにもならなくなったということだと思うんですよ。で あのー、日本国民があほとんどですね、全員とは言いませんけど、ほとんどの日本国民が、えー、同じ思いを持ってる、えー、その実情というか、認識なんですが、おそらくこういった感じなんですよ。 え生活必需品の値段が上がる、まあ、10月からね、でエネルギーの価格も上がる、で保険料も上がる、えー、そういった、いわゆる出ていくものだけが上がるんですよ、出ていくお金だけがえ増,す増える、えー、その状況下において、日本国民の給料っていうのは4ヶ月上がらない。 えー、そういった状況というのは何を意味するのかというと、一言で生活していくのが厳しいっていうことです。多くの人が。もちろん僕を含むね、えー、まあ、リスナー様もそうだと思います。で、えー、もう本当に別に難しくないんですよ。一つだけ。まああのどうせまあこれをこういったことはね、えー、とても簡単なんですが、まあ、全く難しくないんですが、本当一つだけなんですよ。言うとしたら。うん 日本国民のことを考える、日本国民の生活をどうとかね、えー、思っていただける気があるんでしたら、消費税を撤廃してください。もうそれだけです、もういろいろ思うことはありますけど、もういいです、別にそ,そんなことを言ったところで、まあ、どうせしないでしょうし、この消費税の問題だって、えー、ま単,単純な話なんですよ、あのデタラメばっかり言ってね、社会保障がどうたるこうとかで社会保障になってないですから、社会保障がね、どうたるこうたるっていうんだったら、保険料上がらないんですよ。もうそうそやって矛盾 して,るっているうことに一、えー、まあまあ人でも多くの方が、あのー、まあ気づいていただきたいと思いますし、えー、単純にね利権、えー、になってるだけなんですよ。 あのな何かしらもっともらしいこと言って消費税を社会保障にどうとかって自民党の背後にいるね、えー、まあ、大企業の、まあ、利権とかそういったものになってるだけなんですよあの本当にもう全く意味がわからないんですけどだから一つ日本国民を助けてくれる気があるんだったらまあ岸田をはじめね、えー、まあ、こういうまあ経済政策をするのであれば消費税を、えー、ゼロにしてください消費税廃止消費税ゼロ消費税撤廃、うん、もうこれだけで日本国民の生活が、えー 今いるよりも良くなります実質10%、えー、まああのなんていうのかな、えー まあ値引きっていうか10%国民に還元されるっていうことですよ。しかも全員平等になります。しかも消費税を撤廃することによって、ですね中小企業も、えー、利益を、えーまあ、確保できる、そういった可能性があるんですよ。別にあの岸田は賃上げとかって言いますが、日本政府がね、えー、そのち賃上げとか給料がどうとかっていうのは、それはできないんですよ、おそらく。えーまあその 直接入ることもないですしょ、で、何がじゃあできるのかって言ったら、このね、えー、岸田とかは、えー、消費税を撤廃することはできるんですよ、この税金面においてね。うん。だからそれをすればいいんですよ。別にそんな難しくないじゃないですか。うん。消費税撤廃です。それだけです。で、えー、このまんまですね、えー、こういったことをしない、何も政策を講じなかったら、日本の経済回らなくなりますね。だその あのいろんなことが言われていてね、えー、その難しい経済の専門家の方とかもおっしゃっておりますしあの考え方っていうのは分かれるところもあるとされてるんですよ例えばね、えー、まあ世界の経済が目まぐるしく、えー、動いているんで、えー、ままああその、ま、アメリカとかあまあそういったまあヨーロッパとかそういったところの経済も厳しくなって、えーま、日本の経済も同時に、えー、厳しくなるっていう、えー、考え方もありますし日本の経済はなんとかあなるん じゃないかとかなんとかなるんじゃないかっていうのは、それはあの一部のその大企業とか富裕層はなんとかな,なると思いますが、先ほど言ったように、多くの国民の生活っていうのはほとんどもう厳しくなてっていって、もしかしたら破綻するとか、えそういった、えー、ようなことしか僕は考えられないんですね。僕もあの大変な思いをして、えー、過ごしてますけど、まあリスナーさんもそうだと思いますけど、で、えー、このですね、よく話に出るんですけど、岸田がよく言うね、えー、その あのまあ、インバウンドとか、うん、あの外国からの需要だなんだとかって言ってますけどまあそのもう1つ消費税の撤廃、えー、そ,それをそれだけなんですがあのインバウンドとか外国の需要なんかじゃ日本の経済って良くならないんですよ日本の経済再生できないんですよ日本の経済を再生するためにはですね日本国内における個人消費の、えー、促進、えー、個人消費の、えー、まあ、推進そういったものなんですよ。日本国 国内において個人がさまざまな消費活動をすることによってそこからあのぐるーっとあの日本経済が良くなっていくということがこれ分かってるんですよね、うん、なその外国からの需要あの外需っていうものはせいぜい5から10兆円規模しか見込めないしかしですね日本国内の個人消費、えー、っていうものは300兆円の規模があるということが分かってるんですよだからこれを考えればいいし日本国内の個人消費を促進あるいは推進するんであれば消費税をなくすっていうことがいいんですよ そうすることによってね消費税をなくせばあの日本の中小企業だって利益が、えー、まあ 今より取れるようになりますから、うん、だからこの消費税をなくせば、国民日本国民の生活が少しはまし、えー、になります。もうそういったことがね本当にできないんであれば、僕もそうですし、国民の多くがもう岸田の政権交代を、ね、願ってますからね、うん、だってあのろくなことしないじゃないですか、うん、検討するとか、別に検討する必要ないんですよ、簡単ですよ、消費税をなくせばいいんですよ、それだけです。うん まああの自民党の背後の大企業があり、その利権が深く関与してるから、どうせしないんでしょうけど、あのこんなことが本当、続いたらね、前もお伝えしましたが、前もお伝えいたたししましたがもう日本経済がね、あの停滞するもうっていうのが、もうほぼほぼ時間の問題じゃないかっていう、そういったことも言われてるんで、まあ今回はあのこの岸田の、まあ、 賃上げっていう話と、まあ、あの、物価上昇っていう内容について思うことをお伝えさせていただきました。まあ、何かしらご参考になっていただけるものがあれば何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。失礼いたします。